皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日はですね、こちらの本の、姉妹品に関する新しいお知らせがありまして、こちらの動画を撮っております。ですね、こちらのしっかり稼げる自宅教室の、開業集客バイブルですね、こちらのザ・ムービーっていうのは、秋ぐらい、10月ぐらいにリリースさせていただきました。おかげさまで、皆さんに、ご好評いただいておりまして、動画を見ながらこの本を当てはめながら読みながらまた頭に落とし込むみたいな、そんな作業をしていただいて、業績が上がったとか、実際に予約が多く来るようになったとかっていうことで、本当にご喜びの声の、メッセージとかいただいてます。それでこちらのザ・ムービーの方は、この内容を一章からずっと私がどういう思いで書いたのかっていうのプラス、あともうちょっと実務と実践に落とし込む時にどういう考え方で落とし込んでいったらいいのかっていうのを筆者自らが解説している動画コンテンツなんですね。それでこちらの方は秋口にリリースさせていただいて、約6万円のものになるんですけれども、ご購入いただいた方にはもう早速実践していただいて、本だけで読むのとまた違ったものがあってすごくいいですとかっていうお言葉とかも、いただいてるんですけど、ただやはり残念ながらですね、ちょっと予算の都合が合わないとか、そういう方とかもいらっしゃったので、この度ですね、音声だけを切り出して、音声だけの販売も、始めることにいたしました。それで、動画から切り出してるので、私の顔とか身振り手振りとか、画像こうやってるとかそういう姿は映ってないですけど、基本これがテキストになっているので、そちらの方も時間は全く一緒です。約9時間ぐらい の音声になっています。で、単元別に分かれているので、例えばそれを iPhone とかですね、入れていただいて、どっか動いている最中とか空き時間にちょいちょい聞きながらっていうのでも、かなり脳に直接響くような感じなので、非常にこう効果的っていうか、自分の中でですね、落とし込みができるように多分なっていくんですね。なので結果としてはすごく、こういう時はどうしよう、こういう時にはどうしようっていう判断とかの時に迷わなくなるんですね。例えば先日お声でいただいた方とかは、店舗とかもやられてる方なんですけれどもね、その方が特にその、値段のマインドとか、ブロックとかがあって、そう、高い値段をなかなかつけることができなかったのを、考え方を理解して、高値でもちょっと強気の戦略でいってやり続けたところ、注文も本当にその値段でもきちんと入り続けるようになって、収益が上がり続けてますっていうことで、高橋貴子様々です、ありがとうございますみたいな形でね、お話をいただいて、私も非常に嬉しく思うんですね。で、今回ですね、そちらの音声をリリースしたのと同時にですね、クリスマスもう近いので、高橋貴子からのクリスマスプレゼントっていうことでですね、少し早めになるんですけども、受付が12月の25日の23時59分までに関しましては、その音声をご購入いただいた方にはですね、なんと、私のですね、スポットコンサルティング、1時間3万5000円なんです、本当は税別ですけどね、はい、そちらの方を、その音声をご購入者のその期間限定で、無料でお付けしたいと思います。なので、あまり大量の人数は受け入れられないので、先着10名様ということにさせていただきます。そこの時点で締め切って年末年始に入ってしまうので、実際に打ち合わせというかコンサルティングですね、そちらの方ができるようになるのはおそらく新年明けてからの日程が合うところでやらせていただくんですけれども、この音声っていうのも、音声じゃないや、コンサルティング1時間ですよ、これ結構侮れないんですよ。
っていうのが、私のコンサル生さんとかも今年末とかに、今年の総括とか来年に向かってっていう目標値を出してもらってる最中なんですけれども、私が、例えばその話を聞いてですね、それは多分ちょっと厳しいなとか、かなり工夫しないと売れないなっていうものはやっぱり売れていかないような商材なんですね。で、ここをこう直してこう直してっていうのを、結構ダメ出しというか修正ポイントアドバイス結構厳しめにするんですけど、それいけるかもっていうところまで仕上がったものはほぼ全てに近いぐらい全部ヒットしてます。っていうことは、おそらく私がその企画に対していけるよねって思う勘どころは、おそらくかなりの確率で当たる商品が作れる人だと思っているんです。できちんとそれを形にして実行する人は大概できてますね。だから最近で言うと、パン教室、お料理教室とか教室系の先生いろいろいらっしゃるんですけれども、やはり高額講座を作りたい方が 増えてきてるので、20万とか30万とかですね。で、その内容も当然それに見合うものでなければならないし、ご本人が学んできたもの以外で私は講座を作るっていうことは許さない ので、それをどう組み合わせて、その欲しい人に対して魅力的ないい内容に仕上げていくかっていうところのアドバイスは当然していきますので、それで仕上がった商品っていうのはやはり求められる商品に変わっていってるので、実際に売れていきますよね。そうすると、売れる実感と喜びっていうのがやはり生徒さんから届いているので、多分私の企画の目っていうのは正しいっていうのは最近の確信に近い状態ですね。売れるものは売れない、売れるし、売れないものは売れないっていうのが判断がだいぶ瞬時につくようになってます。ということは、例えばあなたがこのね動画を見てくださってる方が、来期こういうふうにしようって思ってるのは私と相談するじゃないですか。で、その時の段階ですでに厳しいって分かってるものは多分厳しいって分かっちゃう。で、逆に工夫してこの辺りをちょっと手入れればいけるかもっていうものであれば、そこを手を入れるっていうアドバイスによっていい企画に仕上がったらうまくいく可能性も高いです。ただ勝負が1時間になるんで、なかなかそこの実行のとこまではね、なかなか見てあげられないかもしれないですけど、とはいえアイディアベースで、それでもしも売れたとしたら、音声分9時間の聞きながら、それもまた実行して、で、私のアイディアを形にして行動していて、それがすぐにもしもマネタイズ、お金に変わるのであれば、安い買い物になるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、来期ですね、皆さんに飛躍していただきたいので、限定10名様、音声の販売を開始します。もちろん、動画の方も、やはりちゃんと画像を見ながら欲しいっていう方に関しては、動画を買っていただいても当然つきます。そちらのね、特典は、今動画を買ったらっていう特典にプラスそのコンサルがつくような感じになりますので、ぜひですね、このクリスマスのシーズン、この機会にですね、こちらの方の本の解説、動画&音声ですね、動画と音声別売りになってますので、音声欲しい方は19,980円だったかな、税込みで。その値段になってますので、ぜひこの機会を逃さずゲットしていただければと思いますので、そんなご案内を本日させていただきました。それでは皆さんの、ご健闘をお祈りいたします。では。